結婚の概念そのものが危機に瀕し、離婚がありふれたことのようになっている世の中で私たちは暮らしています。ある人は最初の結婚を引っ越す前にしばらく滞在する小さな家のように腰掛け結婚と考えています。離婚した多くの善良な教会員がいます。最初にそのような人たちに話します。皆さんの多くは罪のない犠牲者であることを私たちは知っています。別れた配偶者は神聖な誓約をたびたび裏切り、結婚の責任を将来にわたって遂行することを放棄し拒絶しました。そのような辛い事態を経験した教会員は、離婚しなければさらに事態が悪化してしまうと確信していました。結婚生活が破綻し修復の希望がなくなった時は、終わらせる手段がなければなりません。離婚を経験した全ての人は苦痛を知っており、癒しの力と贖いがもたらす希望を必要としています。その癒しの力と希望は彼らと子供たちのためにあります。今度は結婚している教会員、特に離婚を考えている教会員の皆さんにお話しします。皆さんと現実に向き合うよう皆さんに助言してくれている人たちに強く勧告します。ほとんどの場合、結婚問題に対する解決法は離婚ではなく悔い改めです。原因の多くは性格の不一致ではなく離婚心です。最初のステップは別れることではなくて自分を変えることです。離婚は万能薬ではなく長期にわたる心痛をもたらします。もし今名ばかりの夫婦となってしまっているのでしたら、二人で手を取り合い、一緒にひざまずき、贖いの助けと癒しの力を祈り求めてください。二人の謙虚で一致した願いによって主を、そしてお互いをもっと身近に感じるでしょう。そして主は調和の取れた結婚生活を回復するための険しい山登りを助けてくださるでしょう。結果がどうあろうと、また皆さんの経験がどんなに困難であろうと、皆さんが主を愛し主の戒めを守り最善を尽くしているならば、永遠の家族関係という祝福を失うことはないという約束が皆さんにはあります。私は結婚と家族生活の喜びについて明かします。教会の家族世界への宣言には、結婚は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な夫婦の責任の上に成り立つとあります。